はい、同泳スプリントということで、ね、見ていきたいと思います。秘密結社ひがみ総帥八中でございます。まあ、北海道もね、この同泳スプリントの後、明日が同泳記念の予想が流れます。まあ、翌日が、ね、同泳記念ということで、まあ、これが終われば北海道行けば終わりということですね、今年はね。まあ、そんなわけで、まあ、チャンピオン決定戦しっかりと、ね、見ていきたいと思っております。まあ、そんなわけで今回はこんな感じで、ね、やっていきたいと思います。軸は3番のスティールペガサス、まあ、交流重賞でも差がない5着、まあ、3連勝できてますし、ウポポイオータムスプリントを完勝してきたとおり、 1200m 路線ではこの馬ってところ、1200路線ではこの馬ってところですね。そんな感じが、ね、あると思いますんでね、軸でいきたいと思います。まあ、そして2番のヒラソウル、取り消しと、馬柱来てますが、まあ、その前に上り馬で来てグランシャリオ門別スプリント3着ということでね、重賞戦線では十分通用するようになってきた 1200m 戦ね、まあ、そんな感じで入れておきたいと思います。まあ、そして4番量の手走路、まあ、北海道移籍3戦目ということでね、そろそろ巻き返しを期待したいところ、まあ、もう両徳寺健治ホールディングスの馬として、ね、デビューした手走路の冠名で、両徳寺の両、そして当時主戦の厩舎だった武井良厩舎の両っていう、ね、ダブルミーニングだよなんていう超期待の名前だったんでね、素質馬ではあるはずなんですが、まあ、その武井良厩舎にいたクロッカスステークス以来勝ち星がないと。まあ、そもそもね、今年になってようやく両徳寺健治ホールディングスもね、藻が開けたというか、そんな感じでね、巻き返してはきましたが、武井良厩舎と絶縁以降、オープン勝ちが一切なかったようなね、JRA ではね、全然という馬主だったんでね、まあそんな感じで、まあそろそろこの馬もね、復活してくるかなというふうに見ておきたいと思います。まあ、そして8番の朝枠、ウポポイオータムスプリントではね、粘りきれず、業績は出た後 1000m 線の方の路線に集中してるんですよね。超短距離路線に向かう方がいい、北海道の、ね、トップなのかなっていう、ね、感じで、まあ、正直1200だったらって感じで紐までにしておきたいと思います。この馬も、ね、追っかけてる馬なんですけどね。まあ、そして10番のイダペガサス、まあ、クロスプリント2着、交流重賞5着、北海道でも期待ができる馬かなという感じで一応見ておかなきゃいけないかな。まあ、そんなわけでね、今週はちょっとね、参謀殿の体調不良という話を聞いたんで、まあまあ、メインチャンネル、フェガム TV の方はお休みになると思います。まあ、そしてね、こちらのチャンネルでもろもろやっていきますんでね、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。